ちゃん今日は新宿御苑に来ました。イエーイ。行ったことある？ない。初めて。おお、私も初めて。おお、楽しみだねでもなんか TikTok か、うん、SNS か、うん、で結構回ってたりしてたから。あ、存在だけは知ってた。あ、ゆいも見たことあるね、行ってみたいよね。じゃあ早速行こうか、うん、行こうか。行ってまいります。行ってまいりますすごい。綺麗だね。ね、綺麗。入った瞬間もう緑、うん、ね、日が大きいよほら本当だ、すごい。本店員だった。あ、本当だ。あっち見る？ね、行こう。うわ、いいな。うわ、あっち見る。うわ、すごい。こんな近いところにこんな綺麗な自然がたくさんあると思わなかった。ね、新宿にさ、こんな緑いっぱいの場所があるなんて思わないもんね。だって SNS ではさ、やっぱみんなが広場でさ、うん、ピクニックしてるとこしか見たことないから、うんうん、ね、あ、こんなにあるんだみたいな。本当。あ、日本庭園ですってよ。あ、あらま。あ、本当だ。来たんじゃないでしょうか。案外近かったぞ。ね、近かったね。めっちゃ綺麗。すごいすごい。すごい。綺麗。めっちゃ開けてるね、景色が。めちゃくちゃ。すごい。待って、橋渡ろう。ね、あっち、あっち行きたい。うん、めっちゃ綺麗。ね、綺麗だね。映えそう、しかも撮ってる人いるし。あ、本当だ。あそこで写真撮りたい。撮ろうよ。ね。あ、人がめっちゃいる。うわー、多い。あ、いた、いた。うわー、優雅に泳いでるね。綺麗。すごい。行ってみて、あそこにもいるじゃん。あ、本当だ。やば、すごい、いっぱいいる。すごいね。ね。あ、これ何だ。すごい。案外さ、うん、多分多くて、うん、ね、うん、多いね。日本人だけ。休憩所もあるの？ね、すごい。行ってみよう、うん、ちょっと一旦休憩しようね。
ごい、めっちゃ美味しそう。美味しそうでしょ。これ焼きも取れる。あ、取れた。じゃん、いただきます。うん、やばい。こ、抹茶が、抹茶がめっちゃ濃いね。ここにアクセントとしてあんこが入る。これやばい、やばい、めっちゃ美味しいんだけど。え、美味しいね。しかもさ、甘すぎないからさ、抹茶で食べやすい。あるんだけどね。これすっごい、これ、うまっ。3種類とかめっちゃ美味しい。これやばいわ。あ、これ台湾の建物なんだ。あ、1927年に建築が開始されたって。すごいね。見えた？あ、すごい、すごい、綺麗、めっちゃ綺麗、すごい。わ、見て、おお、めっちゃ雰囲気。確かにね。てかめっちゃ渋くない？ね、渋い。なんか昔のあれに、なんか時代劇に出てきそうね、わかるね。おすすめはありますか？そうですね、アッポーネとお茶のセットです。じゃあそれがいい。それ2つ。じゃあそれ2つで。美味しそうだね。ね、美味しそう。じゃあ食べよっか。食べましょうね。すごい、これいいんだよね、サンドして。これだよね。おー、うわすごい、美味しそう。あれ、落ちてきた。これすごい。美味しい。いや
やピクニック最高だね。今度こういうの美味しいお菓子を外で食べる。楽しかったね。楽しかったね、うん、どうだった初の新宿御苑。そう、初めての新宿御苑だったんだけど、なんか一歩ね外を出れば、うん、あんな大きいビルとかある中にこんな広い自然があるなんて知らなかったから、うん、なんかちょっと休憩の合間とか撮影の合間とかにでも寄れそうなところだから確かにね、めっちゃいいよね。仕事の合間とかにここ来るのもおすすめですね、うん、でも私割と日本庭園が一番すごい綺麗だなっていうか、うん、うん、こういう自然なところがすっごい好きだから、うん、なおさらやっぱり心が洗われるというか、うん、普段こうやっぱ都会にいると、うん、はぁーってなることも多いんですけど、うん、こういうところに来ると心が安らいで、うん、だんだんこう浄化されていくような感じが良かったなと思ったし、うん、鯉もいるし、うん、亀もいるし、うん、すっごいいて、いろいろいたよね。いろいろいたから、うん、すごい楽しいなと思うし、うん、やっぱり日本にしかない木とかあるから、うん、松とかね、そう、うん、ったりとか桜もあったしね。そういうのもやっぱり海外の人とかには見て素晴らしいなって思ってもらえるのが一番いいのかなって思って、うんうん、ね、まださ、いろいろ行けてないところある、ね、見れてない場所があるから、もっといろいろ見ていきたいと思います。じゃあ、行ってくるねー。